はい、皆さん、こんにちは。今日プロ YouTuber のカツッパです。今回またリクエストがありましたので、こちらの問題解いていこうと思います。スクエア869120コンテストの1回目の G 問題、リベンジ・オブ・トラベリング・セールスマン・プロブレムです。実際に問題のページ行くとこんな感じで、E869120 さんはセールスマンであるというふうにこう問題文続くんですけれども、ちょっとこう文章題チックで、本質ではない情報があるので、ちょっとパッとまとめさせていただきますと、これは名前にもあるとトラベリングセールスマンプログラムです。で、ちょっと特殊なところがあります。普通のトラベリングセールスマンプログラムと同じところは、頂点が N 個あって、辺が M 個あって、でそれぞれ、S から T を結んでると。でこれは無効辺です。で、距離が DI と。で、特殊なところは各辺は一定時間過ぎると消えますと。で、それはタイムとして入力されます。で、他に注意するべきところというのは、この単位時間あたり単位距離進むところですね。セールスマンは単位時間あたり単位距離進みます。で、出力するものは頂点1から出発して、頂点1に戻ってくるような、ハミルトンパスの中で最短経路のものの長さは何でしょうと。っていうのと、あともう一個出力しなきゃいけなくて、それを達成するハミルトンパスは何個あるでしょうっていうのを聞かれます。ので、普通のトラベリングセールスマンプログラムは最短経路を出して終わりなん、最短経路超を出して終わりなんですけど、この問題ではそれを達成するハミルトンパスの個数も出さないといけないということですね。で、あと道が消えるという感じになります。では、ちょっとだけ解説しましょう。実際のところこれは普通のトラベリングセールスマンプログラムと変わらなくて、更新を気をつけましょうって感じですね。で、トラベリングセールスマンプログラムみたいな問題が出てきた時の定石としてはですね、どういう DP を考えるか。そうだ。見忘れてましたけど、制約がちっちゃいです。トラベリングセールスマンプログラムというのは NP ハードでして、多項式時間で解けないですから、こういう指数時間として2の型に乗っけても良さそうな制約になりがちです。で、今回もそうでした。で、こういう時って、ビット DP みたいになるんですよね。で、具体的にどういう DP を持つべきかっていうと、一つ目がですね、今まで訪れた頂点の集合ですね。で、これはビットとして持ちます。別にそう持つ必要はないんですけど、そう持った方が演算が楽なんでね、あと早いっていうのがあります。で、もう一個が今どこにいるかですね、はい、なんで、例えば初期化するときっていうのは DP 空っぽの1とかを1とかにするわけですね。で、この1にしてるのは、通り数ですね。今回求めるのって、何通りあるかっていうのと、最短経路帳と何通りあるかですね。だから、これを両方持たないといけないんですが、最短経路帳と場合の数。この両方持たないといけません。なんで、これも、他のところに訪れてなくて、今1にいますっていうやつは、最短経路帳0ですね。まだ1から出発してないですから。で、そういうのは何通りあるかというと、ちょうど1通りあるんで、これだけです。で、他のところは最初、これからどんどんちっちゃくしていくんで、ここを無限大にして、ここはなんか少ない、適当な数字入れておいてください。で、どういうふうに更新していくかっていうと、DP の、S の V となると、これは、mean、まず、これは、今まで S という、とある集合があって、V も含んで、V 以外もなんか含むような、頂点集合がありますと。で、その中で V が今いるところです。1からいろんなところを取っていった結果、V まで来ましたというのが、この DP テーブルが表したい、ここのエントリーが表したいものですね。で、これを求めたかったら、1個前のところからの情報を使えばいいです。今 V にいるってことは、1個前は V じゃないところにいました。ってことは、その時に訪れたことがあるのは、DP の、S-V ですね。こうです。はい。で、1個前はどこかだったかというと、この S-V のどれでもあり得るので、それを漏らしましょう。というわけで、min の下に来るのはこうですね。S から V を取ったもの以外の中の U 全てについてみて、これから何かを計算すると。で、これだけだと答えになってなくて、今までここにいましたと、1つ前が U でしたということが決まれば、次の距離は、これね、DPE の、DP じゃなくて、ここは D です。D というのは距離ですね。距離の U から V
というふうにしましょう。まあこういう DP テーブルも持つ、あ、持ってもいいのか。まあ DUV というふうにしちゃって、まあこうしたら、こうすると出るものっていうのは最短経路だけです。で、通り数どう数えるかっていうと、まあ、min取るときって、まあ A イコール min の、プログラムに書くときは min の A、B とかやって、こう、A と B の min 取ったりするわけなんですけど、で、こう、チェンジ min とか呼ばれたりしますが、こうするときってどういう場合があるかっていうと、A の方が大きかった場合、A と B が同じ場合、A と B がちっちゃかった場合っていうのがありますね。で、A がもともとちっちゃい場合は、もうこの B 無視していいんで、もう何もせずです。何もせず。で、A が、今知ってる A が大きくて、B によって更新された場合、つまり今まである候補があったんだけれども、いろいろ試していくうちに、今まで見つけてきた候補よりもさらにちっちゃいのが見つかったってなったときは、通り数もリセットです。通り数もリセットして、一つ前のやつと通り数と同じ通り数を入れてください。通り数、場合の数はそのまま。場合の数はそのままもらうと。数で上書き。まあ数を上書きですね。上書きします。で、同じ時っていうのは、今までやってきた候補っていうのも、まだ、その、今も知っている最短経路を達成しているんで、場合の数を消してはいけません。今回場合の数を足します。新しく min を取ったこの B の持っている場合の数を足すというふうにしましょう。まあ、これだけで OK です。で、この時注意しないといけないのが、このタイミングで U から V に行けるかどうかですね、変がないかもしれません。でも、これは簡単で、この DP、まあ、到着時刻か。到着時刻が分かりますから、これ計算すると。足して、到着時刻見て、その時にまだこの辺が生き残ってるかを見ればいいです。はい。で、今ちょっと気になったのが、タイムっていうので辺が消える時期が分かるんですけど、ちょうど消えるタイミングで到着するのはありなんでしょうか。あ、以内なんで大丈夫ですね。ここ気をつけてくださいね。あの不等式書くときにイコールつけるかどうかっていうのがだいぶ変わってきますから、タイムちょうどにつくのは OK ということになります。では、組んでいきましょう。もうその前に入力形式を見ます。頂点の数、辺の数、スタート、各辺について、2つの頂点、どこからどこを結んでいる。で、D っていうのは、あ、距離ですね。で、タイムはいつ消えるかです。じゃあやっていきましょう。スクエアの1の G 問題ですね。こういう問題にして。まあ特に理由もないんで C++ で書きます。で、N、M と、ポイント I は0。あ、僕はレプマクロ使わないんですよね。まあ、ただのこだわりなんで意味はないです。皆さんもぜひ使ってください。で、これ N じゃなくて M ですね。で、S、T、あと D とタイムか。がもらえる。タイムちょっとね、嫌なんですよね。タイムってあるからね。アンビギュアスとか言われそうだから TM にしときましょうか。で、こういう時にどうするかっていうと、まあいいか、これしましょう。ディスタンスかっこ S かっこ T とかを、これを、ね、D にします。で、タイム使いたくないんで、でも T もここに使ってるから難しいですね。まあ、消える時間なんで、エクスパイアとかにしときましょうか。あ、デッドラインにしましょうか。いい名前ですね。デッドライン。デッドライン S カッコ T は、デッドラインカッコ T カッコ S の、まあ、TM というふうにしとけば、もうあとは、S から T いけるかなとか調べるときこれを見ればいいですね。で、一気に光ったんで、とりあえず宣言しておきましょう。NM、ST、DTM と。まあ、ここら辺は、ここでしか使わないから、これいいかな。で、配列を宣言しておく必要がありますね。int dist、これは、まあ、16頂点って書いてあったので、20個ずつぐらい取っておけばいいですかね。デッドラインもそうです。で、ない辺とかもあるんで、そこは適当な値で埋めとかないといけませんね。今の状態だと全部0で埋まってるんですけど、それでいいかな。うん、いいですね。d が、d の制約を見て、0にならないんで、0だったらないことにだというふうに把握すればいいでしょう。タイムも同様です。さあ、じゃあトラベリングセールスマンプログラムを入れます。DP テーブルは、DP のここに場合の、集合を入れて、ここに今より頂点に入れるんですけど、集合の方は、まあこんなもんですね。まあ本当は16頂点なんでもっと少なくていいんですけど、こんなもんでいいでしょう。で、ここもこう。で、まあこれ20頂点でも解けるようになってます。この制約サイズだとね。で、まあ多めに取っておくのは悪いことじゃないんで、こうしておきまして、さあ、初期化をしましょう。まずですね、すべてのテーブルを、
ある程度大きい値とかで埋めとかないといけません。まあ、無効の値で入れとくってことですね。というわけで、こういうのを書きます。dp かっこ i かっこ j は、あ、そっか。で、これ、イントじゃなくて、まあ、いいか。これ dp テーブル2つ作りましょう。dp1 つ目は、経路の長さなんで、ディスタンスになっちゃうんだけど、まあ、ショーテストかな。ショーテストにしといて、こっちはカウントにしましょう。カウントってあったかな、あったかもしれない。これカウントにしていって。で、ショーテストかっこ IJ とかも、まあ、そんな短いないんで、ロングロングイントのインフを入れて、カウントはまあ全部0でいいです。だからまあ、ここは何もしなくていいでしょう。で、初期化しましょう。ショーテストの、0の1がちょうど0です。で、ああ、そうですね。で、カウントそれもはちょうど1です。はい、で、あとは dp を埋めるだけ。dp 埋めるときは簡単で、集合は絶対増えるんで、集合ちっちゃい方からやればいいです。で、これは単純にビットのを整数として見たときにちっちゃい方から見ると変わりません。で、あとは、まあ、すべての頂点見ればいいんですけど、ここ20はもう関係ないですね。n ですね。ああ、ちょっと待って。ああ、そっか。ビット dp って、ビットが、まあ、ビット演算使う関係で、0インデックスにした方がむちゃくちゃいいです。0インデックスにしなくてもいいんですけど、した方が圧倒的に実装楽になるので、こうしときましょう。で、こうすると、まあ、最初の頂点1でもいいんだけど、まあ、0にしといた方が綺麗かなって感じはします。で、for j は0、j は n と、j プラプラと。で、これから順番に小テスト。あ、で、1はもうないんで、1はないんで置いときましょうか。はい。で、小テストの、カッコ i、カッコ j とかを、まあ、計算していくんですけど、これは1個前がどこだったかを見ないといけないんで、あ、それさっきホワイトボードに書いたのと同じ、式号を使いましょうか。つまり、s はもう置いといて、まあ、v、まあ、s も使うか。s、v、u というふうにしましょう。だから、i じゃなくて、ここは s ですね。で、この s とかにしといて、で、今いる頂点 v です。はい、で、今、一つ前の頂点の可能性として u を持っておきましょう。で、この時の注意点なんですけど、まず、s に v がいなかったら意味がないんで、これが%2かどうか見てみましょう。あ、これ%2が、if パー、これを2で割ったあまりが0だったら、コンティニューしましょう。で、これ for 文でなんだっけ。あ、でもあるんで。で、コント一つ前についてもどうですね。if、su、%2 が0だったら、コンティニューです。あ、なんだけども、なんだけどもね、あれなんですよ。あ、どうしよっか。あ、じゃあ、最初1にいるから、こうしておきましょう。最後の最後に、すべての頂点を通ったやつに関して、最後に0に戻ってくるようにしましょう。で、こうすれば OK ですね。こうすれば OK で、小テストカッコ i、カッコ g じゃなくて、小テストカッコ s、カッコ v は、二通りありまして、if 小テストカッコ sv が、まず見るのは、ラストビジット、一つ前のところに来た時間というのは、これは小テストの s-u をして、あ、v か。の、u ですよね。はい、で、もし、で、到着時刻は、ビジット V は、まあ、アライバルです。アライバルは、このラストビジット足す、ディスタンスだっかな、うん、ディスタンス UV ですよね。はい、こうです。で、問題はこのラストビジットはあるよね。ラストビジット。で、このアライバルがちゃんとデッドラインまでかどうかっていうのを見ないといけません。if アライバルがデッドラインの、要はこの U から V への変がもう消えちゃった後につくんだったらダメですよと。これだったらコンティニューですね。で、そうじゃない場合、このいくつものコンティニューをくぐり抜けてきた場合に限って DP テーブルが更新されます。で、F、今のショーテスト SV がアライバルよりも大きかった、ちっちゃかったらもう無視です。完全無視ない。もう起きらない。コンティニュー。今回は
1個目がなかったということですね。で、もし一緒だったら、あ、ライバルだったら、あ、これはあれか、カウントカッコ U カッコ V プラスイコール、あ、SV か。カウントカッコ、何ですかこれは、UV じゃなくて S 引く、V にいませんよっていうのと、あと U ですね。はい、で、もし小テストカッコ S カッコ V が、あの、完全に新しいやつの方がちっちゃいねってなったら、これ完全更新です。小テストカッコ S カッコ V はアライバルだし、カウントカッコ S カッコ V も、これはカウントカッコ S 引く V、こういうと一致です。で、小テストのスペルが間違ってます。はい、できました。で、最後に、すべてを渡り終えた人たちに関して、ちゃんと1まで戻ってきてねというのはあります。ので、似たようなことを、どこからかな、ここが、ここですね。これをもう一回やります。おっとね。で、どういうことをやるかっていうと、今までこのフォア部の中では U から V に行こうというか、まあ、V に行くことだけ決まってましたね。で、S もあらかじめ言われてるんですけど、ここでは S は1の N-1 ですね。すべてを取り終えた人と。で、どこに来てほしいかっていうと、V は1です。あ、00ですね。元の場所に戻ってきてほしいと。で、あとはこれらで、あとフォア部回しておしまいと。で、最後にここに小テスト SV とかカウント SV ってあるんですけど、これは、まあ、小テスト、あ、まあ、アンス0とアンス1にしておきましょうか。ここら辺は全部そうしておきましょう。カウントはアンス1で、そうじゃないとアンス0と。ここもアンス0。というふうにしておきまして、あ、で、ここは S とかでいいです。S というか、まあ、オールか。オールみたいなのを作ってあげて、なんか分かりやすいですね。すべてを到着している人についていろいろ聞きます。はい。で、これもしなくていいです。で、あとは、アンス0とアンス1を作ればよくて、アンス1はもう0でよくって、アンス0が、まあ、最初はインフにしておきましょうか。ロンゲストインフィニティの意味です、これは。で、最後に、まあ、これを出力してあげて、おしまいと。そうですね。辺の数、頂点の数が16個しか足らないから、16の会場は多分あれですね、ロングロングに収まるんで、もっと取ったりもしなくていいでしょう。何か変なところあるかな。ないですね。なさそうなんで、実行してみましょう。hg.cpp コンパイラーはまあ何も光ってなかったので取るんでしょう。これの答えが6の2になるでしょうか。お願いします。6の1ですね。なんででしょうかと。まあこういう時はここ最後のところを数えてみましょうか。cout 小テスト u の小テスト、かっこ U、あ、オール、かっこ U、カウント、かっこオール、かっこ U ってやって、うい。やってみますと、はい。で、これを貼り付けると、1が5で、2が3と。1っていうの、まあ、まあ1とか2とかのここあっちユニット3なんで、あれ合ってますね。あ、そっか、なんか遅、これは5になってて、小テストの長さがおかしいと。でも、これは無機的に どういう順番でいっても、ああ、そっかそっか。はい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 。んそっかそっかじゃないな。カウントプラス、ディスタンス UV やってるんで、同じはずなんですよね。これ合ってます。何でしょうか。あ、じゃあ、ディスタンス UV 見てみますか。ディスタンス UV のもらい方間違っちゃいないですよね。デッドラインも一緒。
なんで1なんでしょうか。あ、ここ S 低い1にホネラル V とかになってますね。ここはオールにしとかないといけません。うん、ここは実装が下手でしたね。ここはだから巡回セールスマン問題って最初と最後だけちょっと特殊なんですよね。だから最初を特殊にするか最後を特殊にするかで、今回は最後を特殊にしました。多分最初を特殊にした方がいじる量は少なかったかもしれませんが、今回コピーでよかったんで、まあ、最後の方いじりました。で、おや、こういうのがあるんですね。インポシブル、まあ、つまりアンサー1が0とかになったらインポシブルってやればいいんで、 C アウトインポセボーですね。で、そうじゃないときは普通にこれを出力すれば OK、 インポセボー、これもインポセボーかな。あれ、これはインポセボーじゃない、なんででしょう。これは何が起きるかっていうと、帰ってこれないはずなんですよね。1、2、2、3ってきたら3、1がないはずなんですが、おかしいですね。こういう時はさっき消滅させたやつ、本当はコメントアウトしておけば今すぐ復活できたんですが、もう一回出してみましょう。言うと、ショーテスト括弧、括弧言うと、まあ、カウント括弧、括弧言うですね。こうやると、121というのは、つまり、頂点、1に戻っ、おかしいですね。0、01と12っていう辺があるはずなんで、01は2で終わってるはずはないんですよね。さあ、不思議なことが起きています。何があったんでしょうか。小テスト10が0で、カウント10も1回1ってのがあってます。頂点数3個だから、オールが2の3乗引く1で7とかなんで、まあなんかそこが変なことが起きることないでしょう。変の数は少ないんですが、まあそういうのがあっても別に動くのがおかしくなるはずはないと。なんでかな、これは。まあじゃあこうなったら、全部出しますか。まあそんなに辺も多くないんでね、これができるはずなんですけど、ここら辺出しますか。U から V に行きましたよっていうのを決めて、小テスト、今度は O じゃなくて S 引く 1V ですね。S 引く 1V とかね。これといって、これ、どうでしょうかと。まあ、たくさんインフが出てきていい話なんですけれども、ちょっとこれ更新した後の方がいいですね。更新した後の話聞かせてというふうにしてもう一回いきましょう。ですると、0から1に行きました。0から2に行きました。2から1に行きました。小テストが0ですっていうのは不思議ですね。あ、だからもう小テスト SU を出した方が、SV を出した方がなんか、理にかなってるんですかね。こうすると、ぴょんと、0から1に行くとか、0から2に行くとかやって、0から2には行けないですよね。あ、そっか。辺の長さが0の時行けませんという風なルールにするって言ってたのに、言い忘れましたね。だから、ifdist、括弧 u 括弧 v イコール0 continue ですね。これも大事と。まあ、こんなことにならないように、最初からディスタンスは無限大で埋めとくのが基地ですね。で、こっちも、そうかな。これは U から0に戻ってこれるかどうかなんで、こうです。はい、では、どうでしょうか。これで、はい、インポセボーが出たので、良さそうです。じゃあ、余計なやつはコメントアウトして。はい、じゃあ、出しましょう。頂点数2とかないよね。そんな変なやつはない。N はちゃんと3以上。こういうのがあるのかな。同じ道って2回通っていいんですよね。うん、いいですよね。うん、頂点を1回ずつしかないと。はい、この問題文ちょっといろいろ足りないことが多くて、本当にセールスマンプログラムがよくわからないんですが、これ多分同じ頂点を2回辿ってもいいんですよね、この書き方だと。
まあいいでしょう。とりあえず普通のセールスマン問題と思って出します。よろしくお願いします。あ、昔出た形跡がありますね。2016年だから4年前か。4年前の朝方に出てますね。あ、朝夜か。まあなんかちょっとボロボロそう。あ、でも今回の通りましたね。おめでとうございます。というわけで今回はまあ普通のセールスマン問題プログラムに、セールスマン問題プログラムは問題すぎますけど、トラベリングセールスマンプログラムに、まあ道が消えるよっていう条件が追加して、あと場合の数数えてねっていうの、まあめんどくさいのが追加したんですけど、まあ本質的には何も変わりませんでしたね。そういう問題でした。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録お願いします。